鴨池海釣り公園桜島海釣り公園鹿児島市。海釣り公園は、鹿児島県鹿児島市四次郎二丁目及び、鹿児島県鹿児島市桜島横山町にある、海釣り公園である。それぞれ、鴨池海釣り公園及び、桜島海釣り公園と呼ばれている。指定管理者は株式会社ビルメン鹿児島であり、正月三が日は半額開放するなど、 市民のスポーツレジャーに使用されている。鴨池海釣り公園埋め立て地から沖合へ、約150メートルの L 字型三橋を伸ばしたもので、水深は21から25メートル。潮流は比較的速い。海底は砂地に魚礁が配置してある。鴨池海釣り公園建物北伊31度33分25.1秒、統計130度33分43.4秒、 北緯31.556972度統計130.562056度、31.556972130.562056、桜島海釣り公園溶岩海岸から沖へ、T 字型に連絡橋及び釣り台を設置したもので、水深は6から9メートル。潮流は比較的速い。海底は溶岩の岩石が積もった感激の多い岩場を利用している。 北緯31度35分30.2秒、統計130度35分40.1秒。北緯31.591722度,度、統計130.594472度、31.591722、130.594472。ありがとうございます。